大変だ大変だ。だいぶ慌ててますけど、どうしたん？例のあそこがオープンするぞ。いや、急に例のとか言われても。令和町コストコのオープン日が決まったんだよ。え、マジ？いついつ？コストコ令和倉庫店、4月26日オープン。おお、いよいよですな。群馬県では2店舗目でございます。栃木はやっと1店舗できたばかりなのに。と、その前に併設のガソリンスタンドが先行オープン。あ、スタンドもあるのね。24台の同時給油ができて、コストコスタンドでは最大らしい。24ってすごいな。ちなみに明和町で唯一のスタンドです。町民の念願がまた一つ。明和町が町民の年会費を補助したり、気合い入ってるからね。町が会員費を補助とか恐ろしい。前の動画でやったけど、広さ的には前橋よりちょっと大きいかなってくらい。三部とはそんな変わらない感じなんだよね。それで前橋か三部かで迷ってた地域の人も一安心だ。選択肢があっただけでも羨ましいけど、あとはこことこことここら辺にできてくれると助かります。いや、そんなに簡単にできるか。とにかく4月26日行くっきゃない。あ、その日一泊旅行行く予定じゃなかった？あれ、嘘だっけ。うん、我々二人と友達の3人でさ。キャンセル料いくら？コストコ優先。